おはようございます。6月11日第658回ポゴナカワヤニマルラジオになります。今日は ね久しぶりのヨーロッパヌマガメの、アダルトのワイルドのメスですね。おそらくウクライナから来たやつじゃないかと言われているのですが、まあもろもろの情報はねしっかりないので不明ということで、あれです。非常に高高で頭も大きくなってね、かっこいいかも。まあ、おぎれしちゃってるんですけど、まあ、おぎれとかをね、苦にならないぐらいの、ね、素晴らしい個体ですよね。なんで、こういうのをね、見つけたら即、購入した方がいいと思います。まあ、なんせ本当ワイルドが来てないのでね、CB でこのサイズでこの迫力まで なるっていうのはなかなか先の話になると思いますんで、まあ見かけたら、まずね、手に入れておくと間違いないんじゃないかなと僕は、思ったりしています。それぐらい、いいカメだと、僕は信じています。でまあこれはそんなに模様が凄まじく綺麗じゃないんですけどね、まあ、うちにもう一匹いるやつは綺麗だったり、まあ、最近ちょっと X で見てるとね、売りに出てるのですごい綺麗な個体が出ていたり、まあ、ちょろちょろと、出てきているのでね、探す楽しみっていうのはあるのかなというふうに思っています。もともとはね、すごいいっぱい出回ってたんですけど、やっぱり来なくなっちゃうとね、どんどんこういう風になってしまうっていう、いい一例だと思います。まあ、いい一例なのかわかんないですね。なので、本当、いる時にね、こういうのを見つけたら買っておかないと、次探した時にね、じゃあ10年後に見つかりました、20年後に見つかりました、いや、見つからなかったですっていうね、そういうような話に本当になりかねないのでね、まあ、じっくり、探してみることをお勧めいたします。そしていた時は即ね、決断っていうね、まあ何の趣味でもそうなんですけど、欲しいものっていうのはね、欲しい時になかなか見つからないんですよね。で今探してるって時じゃなくて、いきなりポッと出てきた時にね、そこで買うか買わないかの判断をして、買う判断をするとね手に入るけど、ここで判断をねしないで、まあ、判断できないで買えなかった場合ね、次手に入るのはいつになるかわからない。まあ趣味の世界っていうのは本当そういうものだと僕は思っています。やっぱり今までね、そういうので、残念な思いをしたこともあれば、ね、買ってよかったなって思うこともあったり、まあいろいろ、もちろん全てが買えるわけじゃないんでね、どうしても諦めないといけないところっていうのは出てきちゃうと思います。まあいくらお金があったとしても ねお金だけでどうこうなる問題じゃなくて、飼育する場所だったりね、まあ手間を考えて自身がね、そこをできるかどうかというのも考えると、なかなかそこもね、できるものじゃないと思うんですよね。だそう考えると、やっぱり自分の範囲内でね、帰る中でもその優先順位をつけてね、優先順位が上位なものをね、見つけた時っていうのは、まあ、早めに手を打つっていうのが、おすすめなんだと思います。だから今回ね、僕は珍しくすごい早い動きをして、エキスパンサーをね、どうにか手に入れることができました。まあやっぱり憧れの亀だし、ね、まあ僕からするとその極系類っていうのはあんまりイメージがないかもしれないんですけど、さすがにあの亀はね、レベルが違うなっていうところだと。思います。で今ね、そう土壌とマウスを大量に食わせているんですけど、すごい甲羅の厚みが出てきてね、中心が盛り上がってきてて、かっこよく、さらにかっこよくなっていますね。なんかこういう感じなんだ、なんか薄っぺらいイメージだったんですけど、案外、甲羅が厚くなるんだなっていうのが飼育していてよくわかりました。なんでね、今日もマウスは今日買えるか、マウスは今日買えないかもしれないですけど、まあちょっと土壌はねバンバン上げて、どっかのタイミングでマウス買ってね、またバスバス食わして、大きくしていきたいなというふうに考えています。まあアメ箱のベビーたちねマウスを食わしたりしてるんで失礼しました。ちょっとまだね咳が残ってるんですけど、もうだいぶ良くなりましたね。そんな感じでね、自分たちの好きな、ね、生き物をねよりよく成長させるために、いろんな餌をね、使うっていうのは、まあ、お金を使わないでっていうのももちろん大事だと思うんですけど、やっぱりね、ある程度そういう餌にねしっかりお金をかけるとね、生態の成長も良くなったりするんでね、結果自分にプラスで返ってくると思います。なのでね、いろんな餌、まあ、僕は小魚とマウスと、あとなんだ、小魚、マウス、土壌、でまた人工飼料いろいろで、たまに川エビの乾燥したものとかっていう感じですね。まあ、そういうのをなんかいろいろちょっとあげながらね、様子を見て成長させている感じです。
まあ、やはりね、あの成長に良い結果が出ていますので、餌って本当大事だなというふうに常々思ったりしています。ただ急成長させることによってね、甲羅に歪みが生じたり、まあ、あとは甲羅がね、なんていうんですかね、違う思っていた方向と違う方向に伸びてしまうということもあったりするんでね、その辺っていうのはちょっと悩ましいところなんですけどね。だから急成長させないでじっくり育てるっていうのも大事なところだとは思うんですけど、その辺のね、さじ加減っていうのを考えながらね、やっていくしかないなというふうに思っています。まあ、ただでかくなるやつはね、どんどんでかくなっていってしまうんでね、まあ、こればっかりはもうそいつのポテンシャルだと思うんでね、仕方がない話なのかなとは思っています。なんでちょっとそういうのをね見ながら、餌をあげていくと、面白いんじゃないかなと思っています。ヨーロッパのマガメね、まあ、ワイルドの個体とかはもちろん手に入りづらいよねって話だったり、まあ、やっぱり値段の方もそれなりの値段がしてしまうんでね、高くなってしまいますが、まあ、まだ CB がね、いろんなところで、見受けられてると思います。でその中でもね、いろんなの甲羅の模様のタイプがあったりしてね、同じ腹でも結構いろんなのが出てくるっていうんでね、その中から自分が好みのね、タイプの、個体を選んでね、でも本当その辺の値段だったら買え、まあ、もちろん安ければ安いほどいいっていう人は安いのを買えばいいと思うし、やっぱりあとは甲羅の模様を見てね、自分が好みの甲羅の模様をしているものはね、値段多少下がったとしてもね、そんなにすごい差じゃないんでね、見つけて買ってみるっていうのもいいと思うし、まあ、ちょっと高くてロカリティがついてるやつをね、買うっていうのもありだと思います。まあ、ロカリティありを、ね、最終的にペアにして増やすことができたらね、非常に価値があるものになるというふうに僕は思っています。やっぱりね、どこから出てきたものかと分かりづらいんですよね。結局こういう風になってしまうと、うちにいるのはほとんどだプレスパスコさん以外は全部産地なしなんでね、だどういうルートでどうなっているのかっていうのはね、正直本当にすごい知りたいんですけど、やっぱり分からないっていうことなんですよね。だそこが分かるとね、欲しい人っていうのもまたね増えてくると思いますのでその辺も加味しながらね、ご自身のね好きなヨーロッパヌマガメを探してみると、面白いんじゃないかなと思ったりしています。そしてもうね、今日は火曜か水曜日、明日ちょっと僕は打ち合わせでね、とあるところに行ってきて、で木曜日は多分会社に残らないといけなくて、で金曜日ね、もう設営の手伝いに行って、で土日とイベントという感じになります。なんであっという間に埼玉のイベントがね迫ってきました。東レプから1ヶ月ぐらい空いたはずなんですけどね、あっという間に1ヶ月なんて過ぎてしまうなというところですね。まあ今月はイベントがね1回なんで、まあなんだかんだね土日出勤するという感じのものが1回しかないので、そんなに苦じゃないかなというところで、まあ、やっぱりね月に2回ぐらい普通でがイベントがあるとね、もう体がボロボロになってしまうんでね、いやよく休めたのかなと思っています。そんなこんななんでね、ヨーロッパヌマガメね、ぜひ探している方は、そしておそらくレッドベリーのね、色変わりがスーパーアリーナのねイベントで並ぶんだろうなというふうに思っています。僕もちょっと見に行ってね、まあ T- なんでなかなか見れるもんじゃないんでね、まあ金額も金額なんでね、おいそれと買えるもんじゃないんですけど、まあすごいカメっていうのはやっぱり見といて損はないと思うんで、見に行こうと考えています。ということでね、ぜひ皆さんもスーパーアリーナのイベントに来てね、いいカメを探してみてはいかがでしょうか。ということで今日はこの辺で終わりにします。ありがとうございました。